ップニュースです。今週記録的な大雨を引き起こしたハリケーンは現在徐々に移動しており、明日の朝には落ち着きそうです。湾岸では一隻の船が行方不明になり、救急隊が捜索に当たっています。こちらの詳細は情報が入り次第お伝えします。さらにここ数日の豪雨によって一部の地域では膝の高さまで浸水しており、住民に被害をもたらしています。レーダーの観測によると、今後は勢力を弱めながら北上していくと思われます。明日の朝までには天候も回復し、嵐の被害はどうだって、雨も収まる。まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ。もう一人いた。はいはい。あら、まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、うん、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてルーカス。着替えはランドリーに置いてあるわ。あの子に綺麗な服を持って行ってあげて。ゾイ、汚れた服のままじゃかわいそうよ。さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろう。
この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。いい子だね。きれいにしてあげる。みんなもらった。何？父さん、停電した？雷でも落ちた？女の子はどこ？何の音？ルーカス、どうしたの？しっかりして。何が起きてるの？ゾイ、おいで。あの子からの贈り物だ。こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い子供たち見てごらん。何してる？キスしてちょうだい。どうしたんだ？ガレージへ行け。ロープを取ってこい。行け、早く。邪魔するんじゃないよ、ジャック。あの子の家族にね。やめんか、マーガレット。おい、頼むから手荒なことをさせてくれ。母さん、どうしてあんなことに。すぐ行くよ、父さん。やめて。心配する。こんなもんじゃまだ終わらんぞ。綺麗好きはいいことだ。俺がお前の母さんを綺麗にしてやるからな。あの子の望みだ。あの子への愛情を見せてやる。俺たちに愛情を見せろとあの子は言ってる。父さん、
あの子をがっかりさせたくないだろう。それは良くない。あの子って誰なの？お前の妹のエブリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前にはお仕置きしてやらんとな。父さん、どうしちゃったの？この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。近づかないで。父さん、やめて。お願い。あの子待ってるぞ。父さん、やめて。お願い、ほら来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか？父さん、どうしちゃったの？この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。早く逃げないと。どうい、さっさとここを開けろ。近づかないで。こんなことしても無駄だ。やめて。どうして。開けないなら俺が叩き壊してやる。父さん。ルーカス、あの子の力を受け取れ。ここから逃げなきゃ。見つけたよ、ゾイ。ジャック、手を貸してちょうだい。ジャック、そんなダメ。こっちに来て手伝って。かわいいエブリー、なんて愛おしいのかしら。ゾイ、やめて。いや、ごめんなさい。私何かおかしいの？母さん、来ちゃダメ。やめなさい。家族に触らないで。どういうこと？何が起こってるの？ほら、これを取って。逃げて。大丈夫だよ。助けを呼んでくる。なんでこんなことに。ゾイ、おやおや、そこにいたのか。やめろ、うるさい。早く消えろ。父さん。ゾイ、
母さんを心配させるな。そこか、ゾイ。ゾイ、探し回ったんだぞ。早く開いてよ。お願い。俺たちを置いて出て行こうっていうんだ。新しい妹に会いたくないのかい。お前は礼儀ってもんを知らんのか。それが育てた親への態度か。Thank you.